ございます。デビュー、ありがとうございます。こんばんは。今は子供から大人になった気持ちです。あんまり変わってないです。大学生、将来あのお仕事はどういうお仕事になるんですか？栄養関係。栄養関係、管理栄養士とか。プログラミング関係。オフは仕事頑張ります。お仕事は？お仕事はまだ決まってないんですけど、はい、これから就職、好きなことをちょっと頑張りたいな。アパレルやりたいな。アパレルを、はい、お店を作るっていう。はい、はい、私もちょっと社会人だったんですけど辞めちゃったんで、今フリーターでまた就職できるよう頑張ります。はい、日本を元気にします。あ、いいですね、はい、ありがとうございます。私の抱負をお願いします。どちらから行きます？20歳になったんで、まあ、自分の行動に責任を持っていろいろ頑張ります。今あのお仕事、学生さんだったり。学生です。大学生です、ね。はい、将来の夢は？将来目標は、お仕事を卒業したら目標は栄養士になること。栄養士ですね、はい、管理栄養士、はい、結構人気ですね。20歳になったので、家族、親孝行できるように頑張りたいと思います。大学生です。大学生ですか？今何学部ですか？今は政治学科です。私もあんまりできない。じゃあ将来は、仕事は？そんな具体的には考えてないんですけど、もうちょっとなんか日本のために頑張りたいと思います。いいですね、日本のために。将来看護師になりたいので頑張ります。今年の4月で社会人になるので頑張ります。都内のクリニックは事務です。医療事務です。受付で病院って綺麗な人がいない。私は彼氏作ります。どんな人がタイプですか？年上の人がいいです。年上で芸能人で言ったら誰がいいですか？あ、芸能人は誰だろう。あ、すごい年上だね。佐々木くらもすけさんとか。いいですよね。あ、新成人おめでとうございます。ありがとうございます。これから一人ずつ、ビデオですよ、ビデオ。一人ずつ、二十歳の抱負を。抱負って、私は、はい、まあ、やりたいことをやって、はい、やりたいことは何ですか？やりたいことは、歌の勉強をしてね。あ、歌？はい、あ、歌手？はい、R&B とか好きなので、そこら辺が広げられれば。歌手として今活動してるんですか？今もやってます。歌手は、充実した形を送れるように頑張ってます。はい、今付き合ってる彼氏と結婚して、ラーメン屋さんを開くことが夢です。あ、いいですね。ラーメン屋さんどこでやりますか？ラーメン屋さんどっか、いい感じのとこで。いい感じで、はい、彼氏は何歳ですか？彼氏はタメで、二十歳。タメで、ここにいらっしゃる。違う違う、あそこにはいないんですけど。じゃあ行きましょう。せーの、21までに結婚します。どんな人がタイプですか？タイプは優しい人。何を楽しんでますか？なんか子供がいて、あの子育て。今お子さんは何歳ですか？今、6ヶ月。6ヶ月ですか？はい、あ、生まれたばっかりで、はい、この年はこの時しかないので楽しんで、この1年また過ごしたいと思います。今は普通に学生ですね。大学生、はい、マネージメント学部で経営学なんですけど。経営学、はい、じゃあ将来 NBA を出身とかできないですけど、でもたくさん夢があるんで、大学で夢を絞って叶えたいと思います。会社を作るとか。なんかアート系に興味があるので、アート系の経営になんか携われたいなと思います。はい、今部活で馬術部に入って